ぐる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 。見て。くるどこ？ブーン。爆弾。あ！できたかな？かわいい。かわいい。またこんなに散らかして、仕方ないな。また変なこと書いて。よし。これでOK。おはようございます。あ、たまちゃんです。おはようございます。おはよう。昨日お掃除忘れたでしょ。うん。パパ先生、お掃除しといてよ。先生、お願いします。もう忘れないでね。はい。それじゃあ、今日も元気に勉強しましょうね。はい。はい。忘れてたよね、お掃除。おはようございます。おはようございます。今日はママ先生の図工の授業をします。イエーイ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お絵かきやものづくりな好きな人いますか？はい。今日はどんなものを作るんですか？今日はこの缶バッチグープラスハートセットでオリジナルの可愛い缶バッジを作ります。イエーイ。この缶バッチグープラスハートセットはもともと発売していた缶バッチグーがパワーアップしてハート型のバッジも作れるようになった新しい缶バッチグーなんですよ。すごーい。すごーい。ハート大好き。それじゃあ早速作っていきましょう。はい。先生。はい。まーちゃん、何ですか？せっかく可愛い缶バッジが作れるから、いつもお掃除してくれてるお礼にパパ先生にプレゼントしたいです。したいです。それはいい考えですね。じゃあパパ先生にオリジナルの缶バッジを作ってプレゼントしましょう。イエーイ。もともと付属のデザインシートだよ。何これ。すごい。じゃじゃーん。このセットで缶バッジを作っていきます。まずはオリジナルの缶バッジのデザインをしていきましょう。はい。紙を配ります。はい、はい、おーちゃん。はい、おーちゃん、ありがとう。そしてこれがペンです。イエーイ。じゃあこのテンプレートを使ってデザインしていきましょう。はい。はい。どっちの形使う？ハート。おー。まずはこのテンプレートの穴の形に沿って線を引いてください。はい。そうそうそう、上手上手。はい、どうかな。おー。お、描けた。この中に自分の好きな絵を描いていくよ。
その惑星の中に好きにデザインしてください。はい、線からはみ出さないようにね。はい、パパ先生が喜ぶような絵にしましょう。うん、ちょっと爆弾描いてみる。黒どこ？爆弾。あたしとまーちゃんかと。じゃあ紙描かない。黒じゃあピンクで口を塗ろう。よいしょ、ペタも塗ろう。キュッキュッキュッ、よいしょっと。先生、できました。はい、あ、これはどんな絵ですか？おーちゃんとまーちゃん、上手に描けましたね。私が大好きなピンクで描いた。まーちゃんが大好きな紫で描いた。なるほど、上手に描けましたね。はい、それじゃあもっともっと描きましょう。はい、私もいっぱいできたよ。あ、本当ですね。いつもありがとう。お疲れ様パパ先生。感謝のメッセージも書いたんだね。あ、じゃあもっともっとデザインしてください。はい、ママ先生描けました。描けました。はい、2人とも上手に描けてますね。じゃあ次はハサミで切りましょう。はい、外側の線に沿って切ってくださいね。はい、よし、切れた。上手に切れました。はい、切ります。はい、チョキチョキチョキ、ここ難しい。チョキ、できた。それじゃあもっとどんどん切っていってくださいね。はい、できました。いっぱいデザインしたよ。ほんとだ、二人ともすごくたくさんデザインできたね。楽しいからいっぱい描いちゃった。うん、それじゃあ早速缶バッジ化していきますよ。はいはい、じゃあ缶バッジ化するのはまーちゃんにお願いします。はい、おーちゃんはどのデザインをバッジにするか選んで。どれにしようかな、神様の言うと。やっぱこれだな。はい、じゃあそれでやりましょう。はい、じゃあ台座に材料を入れていってね。はい、じゃあまずは、おお、磁石だ、これ。そしたらこれ、その次はデザインの紙を置いて、透明シートを置いて、舞台の中に入れます。よいしょ、よし。そしたら上のハンドルを回してください。はい、よいしょ。5回カチカチ言うまで回してください。はい、1回、2回、よいしょ、3回、4回、5回。できたかな。じゃあいきますよ。はい、できた。次はここの切り替えレバーを2の方に、はい、スライドしてください。はい、そしてまたハンドルを時計回りにカチカチ言うまで回してください。1回、2回、3回、4回、5回。そしたらもう1回ハンドルを上に戻してください。はい、ぐる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 。じゃあ台座を引き出しましょう。はい、よいしょ。あ、かわいい、かわいい、素敵なバッジができたね。それしてみましょう。はい、よいしょ。安全ピンをつけます。できた。できましたね。かわいい、やった私のバッジできた。はい、どうぞ。じゃあ、ありがとう。かわいい、どんどん使っていこう。はい、you
じゃあ今度は丸いバッジも作りましょう。はい。丸い台座に交換しましょう。このレバーをずらして、じゃあセットされた台座上を外して、新しい丸い台座をセットするよ。はい、これでセット完了。完了。付属のデザインシートとかデザインサイトで写真や文字を使って自分の好きにデザインしたものもバッチリできるので、これもバッチリしてみましょう。はい、次は目玉焼き。完成。わあ、すごい、たくさんできたね。これはパパ先生のメッセージが書いてあるオリジナルデザインのバッチだね。見て、猫ちゃん。これはラインストーンでデコってあるんだ。すごい。かわいい。見て。これはまーちゃんとおーちゃんのバッジだ。それからデザインサイトでデザインした写真と文字でデザインしたバッジもあるよ。どう？かわいい。じゃじゃん、ケーキ。これは付属のデザインシートのやつだね。うん、売ってるバッジみたい。うん、本物の缶バッジだね。本当だね。今日作ったやつ以外にも雑誌の切り抜きを缶バッジにしたり、折り紙を缶バッジにしたりもできるんだよ。おお。それじゃあパパ先生に今日作った缶バッジをプレゼントしましょう。はい。じゃあパパ先生のこと呼んできて。パパ先生、こっちにおいで。こっちにおいで。おお。なに？なに？お、ママ先生。お疲れ様です。お疲れ様です。2人からパパ先生にプレゼントがあります。なんだ？パパ先生、いつもお掃除ありがとう。パパ先生、いつもありがとう。すごい。パパ先生ありがとう。お疲れ様、パパ先生。いやー、めっちゃすごい。マジマジありがとう。よし、早速つけたよ。二人の缶バッジのおかげでパパ先生の洋服素敵になったよ。二人ともありがとう。どういたしまして。実はすごくたくさん作っちゃったんだよ。これも全部あげる。はい、どうぞ。こんなに。おお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 おありがとう。おお、すごい。素敵だね、こんなに。パパ先生、デコっちゃった。ほんとだ。パパ先生をたくさんの缶バッジでデコっちゃった。ありがとう。パパ先生が今日の図工の授業の作品みたいだね。お、作品になっちゃった今日の図工の授業は花丸満点です。今回は缶バッジグープラスハートセットで可愛いオリジナルの缶バッジをたくさん作りました。はい。まーちゃんとおーちゃん、どうでしたか？楽しかったし、お友達にもいろんなオリジナルのものをいっぱいねプレゼントしたいと思いました。私はね、みんなにプレゼントできるし、自分で好きな絵を描いてデザインして楽しかったです。パパ先生にプレゼントしたのも嬉しかった。あ、これね、ハート。うん、めっちゃ素敵これ。それに缶バッジをたくさんつけてデコったのも楽しかったね。うん。缶バッジグープラスハートセットは11月上旬に発売されます。はい、はい、
皆さんもぜひ缶バッジグープラスハートセットでハートの缶バッジを作ってみてね。作ってみてね。はい、ここで問題です。最初作ったこのバッジは何でしょうか。コメント欄に書いてください。なんだろう、何でしょう。私もわかんない。今日、まーちゃんとおーちゃんが2人で協力して作った缶バッジは皆さんにプレゼントしたいと思います。イエーイ。概要欄に応募用のリンクがありますので、うん、そちらから応募してください。応募してください。応募方法など詳しくは概要欄の説明を見てね。見てね。プレゼントの当選はプレゼントの発送をもって返させていただきます。はい、はい、プレゼントはランダムで送らせていただきたいと思います。はい、はい、グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。また見てね。カンバッチグー、カンバッチグー、忍者ドロン。カンバッチグー、カンバッチゴー、忍者ドロン。ランドセル、みんな掃除忘れないでね。あ、掃除、ね、掃除忘れないで。掃除。はい、はい、じゃあ、なーにドローン。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。